今ですね、タイのバンコクからチェンマイ行きの夜行寝台電車乗ってます。本日平成27年2015年の10月の14日水曜日です。でね、もうすぐね、チェンマイに到着するんですけどね、僕は朝大体何時ぐらい、6時30分ぐらい、あと1時間ぐらい到着するみたいなんですけど、朝食をね、今、食べるところです。こちらも110バーツ、朝のね、これ完全に食べてました。美味しそうですね。あ、オレンジがついてて、あとコーヒーがついてます。朝だとね、結構多いですね。外の景色を楽しみながらということで、これ1時間手前ですね。1時間あと1時間で到着なんで、チェンマイね、割とチェンマイに近いところです。田舎ですね、あんま家がないです。だからこの朝食をね、いただきます。ちょっと眠いですけどね、6時半ぐらいから